おはようございます、吉田さん。そうなんですよね。顔出ししてる私に、顔出しせずに稼げますかっていうのはね、まあ答えれるんですけども、顔出ししてない人にそういうのは聞いた方がいいような気がしますよね。私はやっぱり顔出しの方が有利だと思いますし、顔出しの方が安全だと思うんですよね。例えば私が動画やめたら心配する方っていると思うんですよ。まあ、そういう意味でもリスクヘッジの意味でも、まあアバンザーイだよね。それでね、なんていうんですかね、その方からまた質問来たんですよ。顔出しにはリスクがあるじゃないですかってね。また このやり取りがある間ずっとコンテンツ進まないじゃないですか、その人の。私はこうやってコンテンツどんどんできますけども、質問があるたびに返信を別に動画ですればいいんでね。で、顔出ししたらリスクがあるじゃないですかって言うんですよ。で、そこでね、なんか面白いことが書いてあるんですよ。久保さんはいいですけど、私はリスクは嫌なんです。俺はいいですけどってどういうことだ。俺はリスクにされててもいいのかみたいな。どういうことなんだと思いますよね。ね、大和くんね。大和くんもこれ顔出しですよ。しかも名前出し。久保大和。バンザーイ。バンザーイ。もう今やね、顔出ししてる人も多すぎて、まあストーカーもね、忙しいですよ。まあなんか私にストーカーする人なんてね、いないと思いますけどね。まあなんて言いますかね、ビジネスっていうのはリスクがつきもんで、それは顧客とか視聴者さんとかに、まあなんだかのね、感情を抱かれるってこともあるんですよね。例えば飲食店だって嫌がらせを受けたりとか、玄関先に犬のクソ撒かれたりとかするわけですよ。商売やってない人は分かんないと思いますけども、それこそね、怖いですよ。なんかその、割れ物をこうビニール袋に入れて店舗の前に置いとくわけですよ。それとか黒い封筒をね、ポストに入れるとかね、そういう嫌がらせあるんですよ、嫌がらせが。でもそれ嫌がらせかどうか分かんないじゃないですか。黒い封筒が入ってるだけですからね。手紙も何にもないわけですよ。でも不気味じゃないですか。警察に届けてもどういう被害なのかってことが分かんないんで、何にも取り合ってもらえないですからね。まあ、でもリアルビジネスの方が本当リスク高いですからね。ネットビジネスなんて所詮誰も来ないですからね。それこそこうやって動画発信してて、隣の人とか数メートル先にいるんですよ。誰も殴り込んでこないですよね。だからやっぱりまずやってみるってことじゃないですかね。そのやらない間はリスクはないけども、何かをやればその瞬間リスクが生じるわけですよ。例えば会社勤めしても、本当に自分はこの会社に勤めていいんだろうかっていうリスクは付きまとうし、時間を拘束されて体力奪われて給料安いっていう相当なリスクがありますよね。まあそういうことを考えてればいいのかなと。はいはい、じゃあ行ってみようかね、大和くんね。いってらっしゃい。